ジか。台湾で10連敗させられた。今日なんかめっちゃ強ない？ヒント、タイムリープ。あ、タイムリープってあれやろ？過去に戻ってやり直すみたいな？そう。負けたら過去に戻ってやり直してるんよ。タイムリープの無駄遣いすぎるやろ。てか、そんなわけないやん。昨日の夕飯カレーやったやろ。なんで知ってんの？タイムリープする前のお前から聞いたんよ。まあでも夕飯カレーはありがちやからな。夕飯カレー言っとけば6割当たるやん。6割は当たらんやろ。うちのおかん週2でカレー作るから。じゃあ3割くらいやん。カレー作った日の次の日もカレー出てくるやん。実質週4で6割カレーやん。あと、お前同じクラスの高橋のこと好きやろ。マジか。俺お前にそれ教えたん？めっちゃはずいやん。いや、適当に言ってみた。タイムリープで聞いたちゃうんか。余計はずいやんか。タイムリープの証拠を見せてくれよ。昔めっちゃ下打ちしてたらしいな。それみんな知ってんのよ。普通に話してるだけなのに、昔がひどすぎて視聴者さんから、ナオくんがまともなの笑えるとか言われてるから。そうじゃなくて、タイムリープの証拠はないの？決定的なのあるよ。お前、お尻に星型ホクロあるやろ。なんでそれ知ってんの？タイムリープする前のお前に見せてもらったから。俺どういう状況でお前にお尻見せたん？それは言えない。めっちゃ怖いって、俺とお前の間に何があったん？頬をわからめるな。てか、それ知ってんのうちのおかんくらいやからな。マジでタイムリープしたんか。やっと信じる気になったか。信じるけど、逆にお前アホやろ。なんで勝ちたいだけでタイムリープなんてすんの？もっと大事に使えや。そんなん俺の自由やん。回数制限とかないの？残りあと3回。めっちゃギリやん。その残り回数でよくこんなことに使えたな。あ、もともと何回やったん？1000回くらいかな。どんだけ無駄遣いしてきたん？お前宝くじ当たっても破産するタイプのやつやな。タイムリープは墓まで持っていけないから。いいこと言ったみたいな感じ出すな。あ、そろそろ見守り設定の時間や。タイムリープしてくるからもう一回タイマンしよう。バカなん。もっと学習しろよ。お前もいろいろ学習して下打ちやめたん？そこ蒸し返してくんなよ。俺もその黒歴史消したいからタイムリープのやり方教えてくれ。タイムリープなんかできへんよ。え、嘘なん。じゃあなんで俺のこと全部知ってたん？それはまあそのカレーのことはお前の母ちゃんに聞いた。クラスの高橋を好きってことはお前の母ちゃんに聞いた。お尻に星型のほくろがあることはお前の母ちゃんに聞いた。母ちゃん、俺のプライベート喋りすぎや。お前俺の母ちゃんとどういう関係なん？それは言えない。怖い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 。方法わからめるな。お尻にチャンネル登録ボタンついてるやん。ああ、間違いで登録しちゃった。タイムリープしよう。